マツダが11月19日、日本時間11月20日、ロサンゼルスモーターショー14でワールドプレミアする3車種。これら3車に関して予告スケッチが公開された。マツダがロサンゼルスモーターショー14で初公開するのは、 小型クロスオーバー車の CX-3 と大幅改良が施されるアテンザと CX-511 月18日北米松田は公式フェイスブックページを通じてロサンゼルスモーターショー14の初公開車の予告スケッチを配信 CX-3 アテンザ CX-5 の3車種に新型 ロードスターを加えた合計4モデルのシルエットを紹介している。北米松田は松田の未来をお見せするとコメントし、